世界は救われない。今その言葉を否定できるのはよほどの聖人かバカ、またはこの町の住民だろう。堅牢だった海の都は世界の終わりを前に浮かれ騒ぎを始めた。悲しみを忘れるために喜劇を演じているのか、あるいはここに限り永遠が約束されているのか。
あら、あなたは？お初にお目にかかります。画家をお探しのチャイ夫妻でいらっしゃいますか？おお、ではお前たちが新しい。まあまあまあ、なんて可愛い男の子なの。ふわふわの髪にお上品なお顔立ち、それになんだかお花のいい香りもするわ。あなた、私この子が一目で気に入っちゃった。きっと、絶対に素敵な絵を描いてくれるわ。先日手放したあの下手で陰気な画家よりはマシだといいんだが。それじゃあ改めてよろしくね。アルフィノと申します。奥様、旦那様、こちらの助手ともどもよろしくお願いいたします。雇われる際に家族を伴ってくるやつはいるが、その年で助手を連れているとは珍しいな。実際家族のようなものです。血こそつながってはおりませんが、私が辛い時には必ずそばにいてくれました。
そして誰よりも私の絵を理解してくれています。彼女と共に仕上げてこそ私の絵はご夫妻にふさわしいものとなるでしょう。しかし絵の描き始めに限れば働くべきは私だけです。そこでそのもしよろしければ助手には町の見学をお許しいただけないでしょうか。これまで私を支えてくれた礼に憧れのユールモアをいち早く見せてやりたいのです。まあなんていい子たちなんでしょう。そういうことなら存分に見学をしてらっしゃいな。いいわよねあなた。ああ、まあお前がそう言うなら。